イオンシネマでのトラブル投稿で時の人となった車椅子インフルエンサー中島涼子、 X ポストでイオンシネマ幹部との面会を果たしたことや謝罪、和解をアピールしていたが、一向に炎上が収まることはなかった。そんな中、この騒動でたびたび言及されていた元祖車椅子クレーマーの伊是名夏子がいよいよこの問題に参戦し始めたことが明らかになった。彼女が中日新聞に寄稿するコラムの中で中島涼子のイオン騒動を取り上げたのだ。今回は社民党常任幹事伊是名夏子が中島イオン問題の嘘エピソードを拡散開始、ねじ曲がった独特の感性で中島の擁護を展開、炎上収まらぬネットを離れテレビや新聞で情報操作をし始めた件に関して紹介していく。車椅子インフルエンサーとしてなおも活動を続けている様子の中島涼子。問題となったイオンシネマでは無理な解除要求を繰り返し、最終的には断られたことに憤慨、イオン側の対応に不満を爆発させ SNS で拡散した。劇場スタッフに車椅子を持ち上げて移動させるという危険が伴う解除を要求していたことや、これまで例外的に解除してもらっていたことを棚に上げてイオンシネマを攻撃する中島に批判が殺到、世間からは多くの指摘や怒りの声が上がっていた。その後イオン幹部との話し合いを果たした中島は企業側への謝罪をしたことをアピール、自らがネットで晒し上げ足ざまに行っていた街頭映画館にも再び参上し X で報告、和解アピールを行っていた。しかし投稿するたびにポストは炎上、インフルエンサーとしてはもはや絶望的な状況に追いやられていたのだ。その後も炎上冷めやらぬうちに今度はテレビ出演を果たした中島。4月1日から改正が施行された障害者差別解消法の合理的配慮がテーマとなった番組内で中島は対話と歩み寄りを主張、無理な要求をした上に花からイオン側の事情や提案を理解する姿勢は見せず、いきなり SNS で一方的に攻撃を開始した中島から出たこの言葉にネットでは呆れの声が漏れていた。さらに驚きだったのは番組冒頭でのイオンシネマ問題の紹介 VTR だ。冒頭の映像ではイオン劇場スタッフが中島に対し今後は別の映画館に行ってほしいと言ったと放送したのだ。実際にはイオン側は一度もこのような発言はしておらず、安全面や人員不足の理由から同イオンシネマ内の車椅子設備がある別スクリーンでの鑑賞を促していたのだ。これに関しては中島が SNS でなんで入館拒否になったんだろう、残念ながらもう行けないですがなどと発信し、すでに印象操作を図るような投稿をしていたことで混乱を招いていた。しかしイオン幹部との和解後中島自身がこれを訂正する投稿をしていたのだ。にもかかわらずVTR 後にこの決定的な間違いを中島が訂正しないまま番組は進行。エンディングの直前、中島本人が申し訳程度に訂正をしていたが、この騒動を知らない人は番組を勘違いしたままほぼ最後まで視聴した形になった。中島のわがままに付き合い、話し合いの場まで設け、至れり尽くせりの対応をしたイオンシネマ。そんな企業に対し、またもや営業妨害を働いた中島は再び炎上することとなった。ネットの火消しが叶わないことを察知した中島が今度は別媒体での印象操作を開始したのではないかとの指摘も上がっている。そしてそんな中島に援護射撃を始めたのがこれまでにも名前が挙がっていた社民党常任幹事の伊是名夏子だ。中島のイオンシネマ騒動が勃発してからネット上でもたびたび彼女の名前が引用されている投稿が散見されていた。その理由は彼女こそが車椅子クレーマーの元祖だからなのだ。2021年3月に社民党常任幹事に就任した伊是名はヘルパーの力を借りながら子供2人を育てる母親でもある。幹事就任の際には車椅子ユーザーをはじめとする障害者の生きづらさの改善に声を上げ助けを求めながら生きていける社会を目指したいとしていた。そんな彼女の活動の中で最も知られているのが JR 乗車拒否騒動だ。2021年4月4日彼女は自身の X にこんな投稿をしている。 JR で車椅子ユーザー乗車拒否に遭いました。階段しかない駅なので案内はできないと。今の時代でも悲しいかな。よくあること、バリアフリーって全然進んでいない。むしろ無人駅が増え後退してる。味方が必要なので長いですがどうか読んでください、シェアしてください。 JR 駅で車椅子を理由に乗車拒否に遭ったと訴えた伊是名。しかし実際に彼女のブログを読んでみるととんでもないタイトル詐欺であることが発覚したのだ。
彼女が綴ったブログ記事には当時の経緯が綴られている。ヘルパー同伴で友人一人、子供二人を連れ立って旅行に出かけた際の出来事。乗車駅の小田原駅に着くと、無人駅の木の宮駅で降りたいと、現地での車椅子対応を事前連絡なしで当日に依頼したイゼナ。これに対し駅員はバリアフリー設備が整っており、タクシーも拾いやすいとして熱海駅までの乗車を提案したという。しかしこれに納得しなかったイゼナは1時間ほど木の宮駅での対応をしてほしいと交渉。その結果、結局熱海までの乗車をすることに。そして着いてみると、熱海駅では駅長含めて4人が対応をしてくれたとのこと。イゼナの投稿に掲載されている写真は、熱海駅で駅員がイゼナの車椅子を階段で下ろしている様子だ。彼女が使っているのは電動車椅子。調べてみると本体は10キロ前後、それに加えてバッテリーは20キロほどあるようだ。こうして無事目的地に着いたイゼナ一行。そしてキロでは、駅員からお願いされた通り事前連絡をすると、今度は本来無人駅の木の宮駅で駅員が待機してくれており、希望の時間の電車に乗れたのだという。つまり JR はイゼナに対し一切乗車拒否などしていないのだ。それどころか、当日事前連絡なしに現れた彼女に対しできる限りの対応を行っていたことがわかる。車椅子ユーザーであることを加味し、より快適に利用できる熱海駅からタクシー移動までも提案しているにもかかわらず、彼女は障害者差別解消法を理由に合理的な配慮を JR に迫った。そしてその通りにできないことを乗車拒否と声高に叫んだのだ。さらに当時の障害者差別解消法には、事業者は負担が重すぎない範囲で対応に努めればよいことと定められているが、イゼナはブログ内ではそれにはあえて触れていなかった。ちなみに彼女はこの騒動を起こした直後、マスコミにまで連絡するという脅しのような行動も取っている。このように自身の都合の良い形に事実を曲げ、ブログで拡散したことで当時大炎上していたのだ。さらにイゼナがこの騒動を起こしたのは、ちょうど障害者差別解消法が施行されるタイミングであった。社民党常任幹事である立場から、政治活動のために故意に無理難題を押し付け騒ぎを起こしたのではないかとも言われている。そしてくしくも今回の中島と4シネマの騒動も同法障害者差別解消法改正施行の直前に起きた。そしてイゼナは現在自身が中日新聞に寄稿しているコラム内で、そんな中島の擁護を始めているのだ。映画館で映画を見終わり、余韻に浸りながらキロに着こうとした時、スタッフから次回からあなたは他の劇場に行ってくださいと言われたらどうしますか。先日実際に車椅子ユーザーが体験したことです。階段しかない映画館だったため、スタッフに手伝ってもらい鑑賞した後言われたそうです。まずいきなり冒頭からミスリードを誘う書き出しだ。イオンシネマは一度も中島を追い出すようなことは言っていない。前述したように中島自身もこれを X 上で弁解していた。まさに中島が出演した番組と同じ手法で印象操作を図っているのだ。さらに階段しかない映画館とは何のことなのだろうか。誇張するにしても度が過ぎている。段差があって車椅子設備のないスクリーンでの鑑賞を希望したのは中島自身だ。中島が鑑賞を希望したグランシアター以外の4シネマ内の他スクリーンは車椅子席を完備している。さらにコラムは続く。多くの映画館では車椅子席があっても一番前か一番後ろのことが多く、スクリーンが見えにくいです。当たり前にできること選べることが車椅子ユーザーは奪われがちです。車椅子席がスクリーン前方になりがちなのは、非常事態を想定してできるだけ非常口の近くに配置するという配慮があるからだ。もっと言えば、こういった車椅子ユーザーの声を汲んで、最近ではもっと見やすい位置に車椅子席を配置する映画館も出てきているという。健常者でもより良い環境や自身の求めるサービスを提供している事業体を自ら選んで足を運ぶ、そういった情報を調べもせずにその場所についてからあれがないこれがないと文句を言うのはクレーマー以外の何者でもない。これまでにも出尽くした文句を並べ立てるイゼナ。そしてこの後、イゼナのさらに驚きの理論が展開される。スタッフに手伝ってもらうのも気が引けますが、助けてもらえるかどうかはその時のスタッフ次第。まるでガチャのようです。困ったことを周りの優しさや助け合いだけで補おうとすると、不安定で障害のある人の不安感が増すことにつながります。スタッフの人としての行為や手助けをガチャに例えて見せたイゼナ。しかし考えてもみてほしい。
スタッフからすれば中島や伊是名のような客が来れば客ガチャ失敗ということにならないだろうか。もちろんこれは車椅子ユーザーに限ったことではない。接客業ならそんなことは日常茶飯事なのだ。伊是名や中島は一般的な社会の不条理を自身の障害のせいにしている節があるのではないだろうか。さらに伊是名はこう続ける。そしてさらに辛いのが、手伝ってもらうために感謝や良い態度が求められることがあります。歩ける人は映画を見るためにいい人でいなければいけないなんて思うことはないでしょう。障害のある人は目の前の階段に困るだけでなく、いい人でいないといけないというプレッシャーがあり、楽しいはずの映画もどんどん不安になり、外出が苦しくなる人も多いです。制度やハード面の環境整備は大切です。助けてもらったらありがとうというのは人として最低限の礼儀ではないか。助けてもらった上に礼の一言も言いたくないというのはどういう心境なのだろうか。伊是名のこの発言には疑問しかない。確かに健常者は障害者と比べて何かを人に頼む機会は少ないかもしれない。しかし社会に出れば少なからずそういった場面にも出くわす。社会の中で暮らしていくには、助けてもらったらありがとうというくらいには礼儀をわきまえる必要があるだろう。いい人かどうか以前の問題だ。そしてやはり最終的には障害者差別解消法改正に結びつける形でコラムが結ばれている。まずは何ができるかの話し合いをしましょう。いろいろな人が当たり前に生きています。選択肢を増やして誰もが幸せな毎日を目指しましょう。施してもらった行為をガチャに例えたり、ありがとうも言いたくないほどに歪んだ性格の人間が他人と話し合うことなどできるのだろうか。伊是名の言葉の端々にはサービスを提供する側の人間を人とみなしていないような印象を受ける。誰もが幸せな毎日を過ごすためには、助ける側の人間がハラスメントを受ける状態になるようなことはあってはならないのではないだろうか。これに対しては世間からも、火にガソリンを勢いよく投下してますね。伊是名も中島と同様、自身は何も配慮せず他人様に要求することばっかりで、あの騒ぎから結局は何も変わってない輩なんだなって。本当に対話してほしいなら、事実関係がどうなのかしっかり把握してから、本当に必要なことだけを議論すると学んでからにしてほしい。車椅子関係なく被害者仕草の嘘つきには気をつけましょう。悪質なクレーマーに対応するために健常者が負担を強いられる道理はありません。助けてくれる人ガチャが嫌なら、金払って介助スタッフを雇えばいいだけ。お金払って介助スタッフを雇えば確実に責任持って介助してくれるし、対応に不満があるのなら気兼ねなく文句もつけられる。いい人ぶる必要があるって思うのは、もともとの性格が邪悪だからなのでは。助けてもらったら普通自然にありがとうが出ますけど、いい人はいい人ぶらないですよ。言ってることすべてから社会適応性がないことがわかる。結局中島用語どころかさらに炎上を煽ることとなってしまった伊是名。ネット炎上が鎮火しないとわかり、テレビや新聞などの媒体視聴層に対する印象操作を図っているのかもしれない。今のところ伊是名の発信に反応を示していない中島だが、この伊是名のコラムを彼女がどう捉えたかが気になるところだ。確率的には低そうだが、伊是名のこの発言が反面教師となり、中島が客観的に自身の言動を見つめ直すきっかけになっていればいいのだが、今後の動向に注目が集まる。